プレゼンツ、会いたかったらワンダーパフォーマンス。どうもこんにちは、バズンの坂根です。今日はですね、滋賀県にやってまいりました。こちらの琵琶湖ホールにてエイスワンダーが開催されます。今日もどういったパフォーマーたちが集まってくれるんでしょうか。それでは行ってみましょう。琵琶琵琶今日はどちらから？私です。あ、地元。地元です。地元でやっぱトリプルAこうやってくるってどうですか、地元の人間として。最後です。最後ですよ。頑張ってください。応援してます。何この手に持ってんの、これは。シンジローのサイン。シンジローのサイン。DVD 購入した100名。限定。これ見たら見るべき。あー、これはセクシーですね。めっちゃやばいです。これ見たら頑張れんのはいい。お、これはペンダント。T シャツ、うん、タイル、まあ、いいですね、お母さん、はい、応援してるんで頑張ってください。タイムプレーン大好き。幸せ。バカ。バカバカ。え？バカバカじゃないですよ。カメラが回ってね。はい。はい、あやさん。西井です、今日は。はい、僕です。よろしくお願いします。何？あやさん、カメラが回って、はいはい、さっき多分団子食ったでしょ。餅か。あ、あの、いちご大福？ここずっとついてる。もうやめ。先に言って、ちょっと。今見て気づきましたよ。あ、そうなの？すいません、ごめんなさい。かなりの人数。いますけども、いや本当すごいですね。どんどん増えてきてるんだ。すごいなこれ、うん、最近思ったのは、うん、あのトリプルAっていうのももちろんあるんですけど、はい、あの個人攻撃が多いですね。多いメンバーの個人、個人ちゃんとかリーダーとか、まあ、俺もあったりとか、ね、そうこういう、うん、あの滋賀とか、はいはいはい、そういうご当地的なものの、ね、あれも気になりますけど、うんうん、こんなもあるし、ね、何やこれ何やこれ、うんうん、決めましたか。はい、大丈夫。大丈夫です。決めました。はい、ワンダーパフォーマンスの合格者発表しております。参加した方はぜひこちらでワンダーパフォーマンスの合格者発表して、はい、おめでとうございます。はい、マジですか。このまね、マジですか。マジです。あ、どうも。おー、ありがとうございます。トミソンの、いや、それでは早速なんすか参りましょう。なんか芸人の生命をかけたから、あの、パスとかなし。パスはなしです。なしです。だってすごい楽屋で練習してたってみんな、今日正直、もうずっとそのことが頭にあってライブを楽しめなかったです。じゃあ、お願いします。だから次も楽しめないかな。よっしゃ、いったらないかい。見とけよ。おっとっとっと、シャロック。からの、もう何もしたない。ご飯もいらん。勉強もしない。仕事もしない。何にもしない。でもお金は欲しい。わがまま大爆発。ということで、次回も引き続きやらせていただきます。まずはですね、こちらです。でね、ダンシング桃太郎。ね、これ特に宇野ちゃんよく見ててください。いいですか？私？はい、見ててください。なんでだろう？いきますよ。よっ。はい。
桃太郎の意味分かりました？なんでお前がタイトル考えたみたいな俺も出てきて、あーって分かりました。さあ、続いていきましょう。こちらですってね、出ました。おー、来た。これちょっと気になるよ。ほら、大丈夫？気になるだろ、気になるだろ。ニッシーがこれって選んだ瞬間、俺と思わないで。じゃあ、それでは早速、男の子です。一人でございます。一人、はい、どうぞ。すげえ。お願いします。お願いします。ギャグ5連発します。最初はグーじゃんけんパーでパラダイス。最初はグーじゃんけんグーで自分の顔面殴る。最初はグーじゃんけんチョキで小顔ピース。歩こう歩こう気づけばモンキー。地面と右足の初の共同作業。以上です。ありがとうございました。はい。すごい。よーし。すごい。やばいやばいやばい。いいでしょ。すごい。整ってる。慣れてないな。慣れてない。テンポといい。目指してる人じゃないですかね。余裕があんねんな、素人の。続いていってみましょう。ものまね。ここです、ここですね。ここは大事ですね。はい、お前は何の人なんだ。選んだ人です。選んだ人です。ちなみに注意があります。できるだけ静かに。心音が聞こえるぐらい静かに。なるほど。いいですか。はい、よーく見てくださいよ。はい、それでは行ってみましょう。それでは、ドラムロールお願いします。わかりました。ダダン。はい、2223ということで、2番。右手左手、右手左手合わせてバッチン。じゃあ次回どっかでやってくださいよ。やってくださいよ。やってくださいよ。はい、分かりました。あと良かったでしょ、宇野ちゃん良かったでしょ。間違えちゃったね、超あげつもりだったね。あ、間違えたのね。ごめんね。私の欲も多分一回も前にくれて、ね、しっかりやりきってもらって、ね、よかったね。新次郎くん、ハト良かったですよね。なんか、さりぎわがちょうど、さりぎわがさなげだったよね。よかったんで、ね、みんな良かったです。おめでとう。将来の夢は何になりたいって、あたりさんがずっと聞きたいけど、聞きたいから お前聞けって。スポーツトレーナー。スポーツトレーナー。芸者じゃない、芸者じゃない。はい、以上、ブーデープレゼンツワンダーパフォーマンスでした。